はい、皆さん、ザース、川村ゆきです。含みレディオ第76回目が始まります。はい。いや、前回75回目から2ヶ月がブランク空いてしまいました。2ヶ月間も含みレディオを更新しなかったのはまあ申し訳ないんですけど、で、なぜ2ヶ月間更新しなくなったかと言いますと、私、また一つバンドに加入しました。ターミネーターズっていうバンドなんですけど、ジャンルとしては3ピースパンクバンド で、私はそのバンドでベーシストとして参加しております。で、メンバーはギターボーカルは田村俊さん、ドラムはムートン瀬野さん、そして私ベーシスト川村ゆきの3ピースバンドとなっていて、先月たけし文化センターっていう浜松にあるんですよ。で、そこの月1で開催されるイベントがありまして、玄関ライブっていうイベントなんですけど、でそこでザ・ターミネーターズは初めてライブをやらせていただきました。まあ、ライブをやるっていうことになったもんで、それまでベースの練習をしたりとか、田村さんからもらった歌詞とコード進行を書かれた紙でベースの譜面を書いたりとか作ったりとかして、それでいろいろ考えて、まあちょっと時間を費やしたわけなんですよね。うん、だからね、正直ね、今ねマシン触ってる時間よりベース弾いてる時間の方が圧倒的に長いです。はい3人でスタジオ入ったりとかしてね、試行錯誤しながらなんとかね、いいものを作っていこうったりとか、いいものをねみんなに聞かせようっていう気持ちでねやっております。はい、そんなターミネーターズなんですけど、8月17日今週土曜日に浜松のテホームで、ね、ライブやりますんでね、ぜひとも皆さんね見に来てくださいね。うん、ターミネーターズは1番手トップバッターでやりますんでね、まあ、それまでね内田さんにみっちりとね、いい演奏を届けられるようにね、練習していきますんで、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあそれではね、含みレディオ始めていきましょうか。はい、今日も最後までよろしくお願いします。はい、私先日ダズバーにてマッサーさん主催の UFO、ユニバーサルフリークエンシーオシレーションという、テクノパーティーにてライブをしてまいりました。ねえ、ライブ見てくれた皆様誠にありがとうございました。はい、真夏の日曜日の夕方からテクノパーティーやってました。はい、いいですね、テクノを体全身で浴びるっていうことで、はい、演者としても、まあ、オーディエンスとしてもね十分楽しませていただきました。で、この日のパグマルセンサーのライブセットはもちろんクラブなんで、ローランドのリズムマシン TR8 オンリーでやらせていただきましたTR8 1台というね、何も飾らない男気のあるライブパフォーマンス45分間でやらせましたね。うん、これはあいさんの1月のハイハットと同じセットなんですけど、1月のハイハットのことについてはこの間の含みレディオで語ってますんで、ぜひともそちらの方を聞いていただければ幸いです。はい、やっぱダズバーといったらもうテクノなんで、もうガッチガチにテクノの感じで攻めていかないといけないもんでね、まあそういうローランドの TR8 もうあれですね、もう TR8 の音ってもういいですね、本当にもうスピーカーから、ダズバーのスピーカーから奏でられるTR8 の音って本当なんか綺麗で、なんか本当、まあ、マスタリングされた後のような音で、そもそもダズバー の音響自体がとてもいいもんで、やりやすくて、演者としてもやりやすくて、オーディエンスとしても本当踊りやすくて、もう本当まあ綺麗な響き聞こえたんじゃないかなと思って、やっぱ TR8 を使ってみて、あれですね、やっぱバリエーション豊富な表現できるんだなって。まあちょっと基本リズムマシンなんですけど、まあちょっと荒々しい感じにしたりとか、
BPM を下げてちょっとダークめに攻めていったりとか、まあ、地を這うような感じの、はい、まあね、うん、それで俺ちょっとやってみて、あの TR-8 のちょっと新たな可能性をね引き出してやったぜみたいな感じで攻めて、まあ、もちろんあの TR-8 って808とか909の音も再現できるもんで、うん、まあ、そっちをオーソドックスな感じで、まあ、攻めていったりもして、でそれをカツさんからなんかあの初期のリッチ・ホーティーを彷彿させるような音でかっこいいねって言われましたね、うん、まあ僕個人としては、まあ、今回もまあ45分間楽しませて、まあ、楽しませてライブやらせていただいたんですけど、そうだね、やっぱ思ってて、やっぱ自分のやりたいこと、表現したいこと、奏でたい音を出して、ね、オーディエンスの心をね、もうちょっとね、がっちりね、掴むことができればいいかなとはちょっとまあ考えたりもしたんですけど、うん、でがっちり掴むことができれば、あの、まあ、演者とね、オーディエンスの、あの気持ちをなんか共有できるみたいな感じで、なんかそういう達成感が あると思うんだよね。うん、そういうことを、まあ、この間あのさっきカスさんとも話したんですけど、うん、まあ、それがね、あの今回のライブだけじゃなくてね、あの今後のライブの課題でもあるなと思って、うん、まあ、他の、まあ、今回出演者はあの僕とマスターさんとアンナさんと、マスターマスターさん、吉野秀さんの5組だったんですよ。はい。でもまあ、ベテラン2人、吉野秀さん、マスターマスターさんのね、ライブ見てて、いやー、この2人はもう、すげえなーって思いました。はい。2人ともちょっとやってることは違うんですけど、あの、吉野さんは、あの、90年代初頭の、本当アシッドテクノみたいな、あの、あと80年代のニューウェーブ感を引きずっていたりとか、そういう感じのテクノパフォーマンスで、でマスターマスターさんはもうロック寄りのね、パワフルな感じの音圧強めのサウンドを奏でていたんですけど、うん、やっぱすごいですね、本当にもう、本当このベテラン2組のね、パフォーマンス見てね、うん、なんか引きつける人、本当にこういうのはオーディエンスの心をがっちり引きつけることなんだなと思って、うん、まあオイラも若手だから、うん、やっぱりねこういう静岡県内の先輩の ゲートを見て学んでいくんだなって、はい、なんか真面目な話になっちまったけど、うん、そうなんですよね、うん、まあ、本当そうなんですよね、本当に。でアンナさんもまあ、着実に成長してるんですよね。うん。まあ、アンナさん結構ライブやる機会めっちゃ多いもんで、うん。エレクトロンだけじゃなくて、最近だとルーパーを使ったりとかして、パフォーマンスやるわけなんですけど、うん。それも、あの、表現のバリエーションがもう広まってきてな、きてたなって、うん。表現方法がもう豊富になって、生きてる、うん、いや本当に すげえなって思いましたね、うん、これ以上成長しそうだなっていう勢いで、もしかしたら俺を超えちゃうかもしれないっていう感じなのかなって、うん、そう思いましたね、うん、まあこんな感じでね、あのこの日のダブバーのイベントは、まあ、やってきました。はい、まあね、共演者の皆様、カスさん、ダズバーのね、うん、そしてね、ライブ見てくださったね、オーディエンスの皆様ね、誠にありがとうございました。はい。ね、ダズバーではまた、ダズバーでライブしに行きます。客としても来ますんでね、うん。まあ、今度ね、私に会った時は、よろしくお願いします。挨拶をさせてくださいね。うん。OK。もうこの間、あの実はあのこの前の日、僕、福岡行ったんですよね。うん、でその福岡のお土産も、あのまあ、明太子せんべいもあの渡しました、はいはい。よかった、今日のイベントの出演者とか、ね、お客さんにぜひどうぞっていう形で、うん、
私もね、根が真面目な人間だもんね、うん、こういうことをやっていくと、ついでとしてちょっとやっていっているんですよ、はい。あ、そうだ、あの主催者のマッサさんね、ありがとうございましたね、誘っていただいて、はい。もうマッサさんはね、結構長年、まあ、お世話になっていて、まあ、同じシダハイバー地区でそういう中の音楽のつながりもあったりとかして、はい、まあ、去年の4月の福見セッションで DJ をやったりとかしてる、はい、お世話になってる方で、うん、で、その主催者のマッサーさん、なんとね、杉浦ムさんの楽曲にドローン参加しております。杉浦ムさんの最新アルバム、Someone is Dancing Somewhere にて、あの10曲目、バタフライエフェクトっていう曲で、マッサーさんはドローン参加しております。はい、このアルバムはあの今月出たばっかりで、なんとはね、キリキリウィラからリリースされてます、はい。キリキリウィラはあの銀杏ボーイズの阿比古慎也さんのレーベルからリリースされてますね、うん。でもぜひね、 CD を手に取って聴いてみてはいかがでしょうか。この間のイベントでも杉浦さんの楽曲を流しておりまして、もう自分が参加している曲ではもう結構ノリノリの感じでDJ しましたけど、うん、いやもうそりゃテンション上がるでしょって自分も参加してるんですもん、うん、何より杉浦ムですからね、本当に志田灰原地区の人間からしてみると、なんかなかなかない貴重な機会ですよこれは本当に、うん、しかもマスタリングはマリンさんですからね。ぜひ聞いてみてはいかがでしょうか。マスターさん喜びますんで、はい、特に11曲目は、はい、必見です、はい。今8月14日、あの、まあ、会社員とか、まあ、9連休の人多いんじゃないですかね、まあ、もう連休、まあ、折り返し地点にも突入しているわけで、まあ、職場によっては、まあ、明日から4日間お盆休みっていう人もいますけど、うん、で、福見レコーズはその間に毎日動画出します。で、8月11日からもう17日にかけての1週間ね、夏休み企画として動画を公開しております。で、11日日曜日はパグマルセンサーのアルバムジェントルメモリーズかの楽曲ニューランドスケープのユーリプラス君のリミックスが公開されております、はい。で、12日は私パグマルセンサーが2017年ぐらいに初めてリミックスしたミスターリフレッシュ村っていうあのテクノ集団がいたんですよ、 かつて、はい。で、そのミスターリフレッシュ村の楽曲をリミックスさせていただいて、で、その音源が かつてあのサブスクにあったんですけど、今ないもんで、もうこっちでもうね、勝手にもう公開しちゃいっていうことで、もうリマスタリングして YouTube サウンドクラウドに上げました、はい。ニューシンセサイザーパグマルセンサーリミックス、そう、こっからもうパグマルセンサーのリミックスワークのキャリアが、はい、始まったわけなんですよ、はい。もうぜひ聴いてほしいです、はい。もう初々しいパグマルセンサーが聴けると思います、はい。で、13日、昨日ですね、2017年11月に開催されたパグマルセンサー企画ストックウェルセッパーズ2のダイジェストが公開されております、はい。昔、めっちゃ懐かしい映像ですね。もう2017年っていうと7年前かな、うん、で、今は亡きキルヘアでイベントやった時期があったんですよ、はい、私、うん、スザインと石川智博さんで、東京からブラックティーズっていうユニットを呼ん で、そして私とりはパコモンセンサーっていう かなりコアな感じ の電子音楽イベントやったんですよね、はい。で、その映像と、で、本日は、まあ、含みレディオ76回目が更新されて、で、あの15、16、17は、まあ、ライブ映像公開ですかね、うん。15日は、2018年5月、ね、浜松のノバ公民館というところで、あのパグマルセンサーライブやって、まあ、そのライブ映像と、で、16日はあの2019年12月31日、昔の草原、あの大掃除っていうあの年末恒例イベントがあって、そこでパグマンセンサーはライブやっ
そのライブの模様をあの公開して、まあ、17日は、何しようかな。これ収録してる段階ではまだ決まってないですよね。まあちょっと17日何公開するかちょっと考えてます。はい。まあね、あの含みレコーズはまあ何かしらね動いてます。まあ過去にこんな活動をやったよっていうことをね押し付けがましくねちょっとやらせてもらってますんでね。だからちょっと過去の動画とか音源を公開したりとかしてるわけなんですよね。うん。だからねちょっとこの1週間はね夏休みっていう方はねぜひともね含みレコーズの YouTube チャンネルをね見て過ごしてくださいよ。はい。そしてねチャンネル登録とグッドボタンもねぜひともよろしく、コメントもぜひよろしくお願いします。チャンネル登録というボタンをねポチッとねクリックするだけでもね、はい、私我々含みレコーズはねめちゃくちゃ喜びますんでね、うん、ありがたいっていう気持ちをね感じさせるもん。本当にもう今年の夏もね含みレコーズと共に過ごしましょうよ。はい、よろしくお願いしますね。はい。はい、そうそう、含みレディオも終わりとなります。あ、そうだ、皆さんにね含みレコーズからお知らせがございます。10月27日日曜日 M32024 秋に含みレコーズが参加します。はい。いやもう今年も見事当選しました。はい、サークル参加券取れました。はい。今年の M3 もね僕含めてまあ茅野木さんまあ、あと一人、まあ、誰か、ね、売り子として連れてくるんでね、うん、まあ、また詳細が出たらまたチェックしてもらえたら嬉しいです。でそれに伴って10月27日日曜日静岡コーリング第6作目がリリースされます。はい、とうとう、まあ、6作目です。はい。6作目のカラーは紫、バイオレット、パープルです。はい。こちらもねあの詳しい詳細、まあ、収録曲とか参加ミュージシャンについては、まあ、後々、ね、解禁していくんで、まあ、情報は X またインスタで、まあ、投稿しますんでね、ぜひとも交互期待です。はい。 M3 にてで静岡コーリング6は M32024 秋の会場にて、ね、発売されますので、ね、ぜひともね楽しみにしてください。はい。今回もねあのすごいいいものになりそう。はい。ではなりますよ。はい。てかならなきゃ困ります。はい。いや静岡コーリングもね6作目でで1作目があの2019年4月なんですよ。もうあれからもう5年半が経つっていう。いや歴史長いな本当に。うん、そうなんですよね。今年のね夏秋は今年の秋はね含みレコーズを精力的に活動できますんで、ね、していきますんでね、うん、目を離さないでください。はい。まあこんな感じです。はい。でまああと含みレコーズの YouTube チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントも待ってますし、まあ、グッドボタンもねぜひともよろしくお願いします。はい。じゃあそれではね、はい、もう含みレディオはこれでいて終わりとなりますんでね、うん、まあ、次回はね、まあ、8月28日をめどに、まあ、更新できればいいかなと思っておりますんで、まあ、都合によってまあもしかしたら9月なのかもしれないですけど、まあ、ぜひとも待っててください。はい。では皆さん本日はありがとうございました。はい。失礼します。パクマンセンサーの川村駅でした。じゃあね。